待望のフレンドリーマッチ、ブラジル対ドイツ。本日の試合解説さあ前半戦がスタートしました。ロナウジー前に送る、まずは前線に送ろうというところ。リターンからロナウジー、さあサイドからいいクロスだ。右方向へのクロスだったんですが、ここでは通りませんでした。もう一度、通りません。右にクロスが出ていきましたが、ここは合いませんでした。ボールを持っているのはシュバインスタイガー。クローゼ、これは読まれていたようです。カナリア軍団が攻めます。前に出した、ここでカット、キープします。ちょっと合いません。カカ、さあここで動いた、いいボールだ。仕掛けできた、ロングシュート、キーパーしのいだ。メリンベッカー、ここはなんとかクリアです。エユークト、右へ出した、フリンクス、右、あっとこれは通りません。さあカウンター、立て、あっといいですね。後ろからのマーク、ここはシュバインスタイガー、メリブレッカー、縦スペースを使う、速攻になる。さあオフサイドはありません。積極的に行きます。どうだ、しかしいいコースのシュートでしたね。そうですね、いい感じでしたね。さあドイツ、本日最初のコーナーキックになります。これはゴールキーパーよくキャッチしました。前半の15分が過ぎました。ロナウジー、ロナウ、さあ中から行きます。右に送って、これは抜けません。ここスペース見つけたいですね。ここはヘッドでクリア、しっかり一人入ってましたけどね。果敢に奪いに行きます。カウンターチャンス、カフーファールです。ここからのフリーキック、ああいいパックですね。ちゃんと周りが見えてましたね。ドイツ、ここは及びませんでした。インパ、ドリブルで上がっていく、ちょっとパスが長すぎました。中にいなかったですからね。ボールはタッチラインを割ります。ボールを入れるのはブラジル。さあ競っていく、少し出して中央のボールが入ってきましたが、ここでは合わせられません。入った、ゴール、ドイツ先制、繊細かつゴール。さあ先に点を許していますが、いかがでしょうか。そうですね、ブラジルとしてはちょっと嫌な展開になってくることでしょうね。これは突破できない、後ろから押されました。手元の時計では30分が過ぎようとしています。後ろからチェック、よく走ります。ゴール前にいるのはアドリアーノ、スローインするのはカカ、さあいけるか、もう一度そこからクラウゼ、積極的にいきます。ファールがありました。前へボールが出て、縦からおっと前に出した、このスルーパスは遠目から放った、
しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。ブラジル今一歩追いつくまでには至りません。ブラジル前半終了までもうそんなに時間は残されていませんが、今のところ1点のビハインド。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。ああそうですね、繋いでフリンクス、これは読まれていました。ちょっとね感覚が逸れたかもしれませんね。さあ前へ、さあここに出てきたぞ、決まれば同点。ブラジルコーナーキックを得ました。ブラジルチャンスです。さあ中に入れる、打ってきた、タッチを割りました。ドイツスローインです。エユークのこの試合一得点、素晴らしいディフェンス。前半40分を終わりました。このボールをカット、後ろへ下げて、ここはベアンス、ラン、さあここで動いた、スライディング、これはファウルの判定。しかしここは注意だけのようです。さあいい位置でチャンスを迎えました。いいところでチャンスを得ました。狙ってきましたね。今のは丁寧にいってほしかったんですけどね。さあここでカフー、インターセプト、クラニー、強いですね。ロナウジーノ、ゼロベルト、左に送ってカカ、また行った、中に人がいる、オフサイドトラップにかかってしまった。おっとオフサイドですか。おっとタックル、ナイスキープです。ラン上がなりました。